自分でできる子に育つ褒め方、叱り方、モンテッソーリ教育、レッチョ・エミリア教育を知り尽くしたボックスウォード児童発達学博士が語る、今日から家庭でできる声かけでイライラが笑顔に変わる、エビデンスに基づく最先端の教育メソッド。すごい、よくできたね。さすがお姉ちゃんだね。良かれと思ってそんな褒め方をしていませんか？ダメって言ったでしょ。早くしなさい。どうして約束が守れないの？しつけのためにそんな叱り方をしていませんか？実は褒める叱るの声かけ次第で親子関係や子供の育ち方に大きな影響が見られます。日本人に多いとされる自己肯定感の低い子供は謙遜文化による褒め不足が原因ではなく、非効率的な褒め方や叱り方が原因かもしれないのです。注目が集まっているプログレッシブ教育進歩教育、オルタナティブ教育の代表格であるモンテッソーリと、近年再注目のレッチョ・エミリアを知り尽くしたボックスフォード児童発達学博士によるエビデンスに基づく最先端の教育メソッドを、褒め方、叱り方という声かけに落とし込んだ画期的な最新子育てバイブルです。褒める時の3つのポイント。1、成果よりもプロセス、努力、姿勢、やり方を褒める。2、もっと具体的に褒める。3、もっと質問する。褒めるについて10の事例で紹介しています。トイレトレーニングからテストの点数が良かった時まで様々な事例が網羅されています。叱る時の4つのポイント。1、ダメ、違う、おできるだけ使わない。2、結果ではなく努力やプロセスに目を向ける。3、好ましくない行動の理由を説明する。4、親の気持ちを正直に伝える。叱るについて10の事例で紹介しています。いたずらから門限破りまで様々な事例を通して本質を学ぶことができます。第1章、親の声かけ次第で子供はすくすく成長する。第2章、自分でできる子に育つ褒め方。第3章、自分でできる子に育つ叱り方。第4章、子供とつながる聞く習慣。第5章、こんな時どうすればいい？ Q&A、 島村花子、オックスフォード大学修士博士課程修了児童発達学、モンテッソーリ&レッチョ・エミリア教育研究者。上智大学卒業後、カナダのバンクーバーに渡り、モンテッソーリ国際協会アミの教員資格免許を取得。カナダのモンテッソーリ幼稚園での教員生活を経て、オックスフォード大学にて児童発達学の修士、博士課程修了。現在はカナダの大学にて幼児教育の教員養成に関わる。専門分野は同期理論、実行機能、社会性と情動の学習、幼児教育の質評価、モンテッソーリ教育、レッチョ・エミリア教育法、自分でできる子に育つ褒め方、叱り方。